はい、私東京にやってきました。でも今回長崎からはるばる私東京へやってまいりました。はい、東京で一体今日何をするんですか？これはですね、もうさきちゃんが永遠の初心者から脱出するべく秘策を考えて、さきちゃんのポテンシャルを 100% 生かすためにやっぱりより合った道具じゃないとこれはやりづらいと思う、まあ、そのために来ていただきました。実はさきちゃん、はい、今回行くのはこの首相官邸のお膝元、東京のど真ん中のすぐあのビルなんです。え、あのビルですか？はい、ここオフィス街ですよね。もう地下鉄からもう連動してますからすぐ行けますよ。もうね、地下鉄から直結して何十メーター。すごい、最高のカラーです。佐々木ちゃん、ここ何ですか？すごいでしょ、はい、ここがもう最新の、まあ、クラウフィッティングができる、お店です。ちょっと待って、靴とか、そう、もう全部用具から何からコンピューターがあって、そう、全部揃ってて、まあ、いろんなデータが取れてということなので、まあ今日はもうさきちゃん丸裸だね。どうしよう。ベストなクラブ選びをしようというところなので、はい。でここにはもう本当にね、もうこれを全部駆使してもうさきちゃんのベストフィッティングをしてくれるスペシャリストがいるので紹介したいと思います。はい、さあさきちゃん、はい、こちらのフィッティングのスペシャリスト、宮川さんです。よろしくお願いします。プロイヤー笠賀の宮川です。よろしくお願いします。まず宮川さん、ここはですね、はい、まあ、いろんなこうフィッティングルームって東京には多いんですけれども、はい、そうですね、ここでは特にどんなことができるんですか？はい、そうですね、はい、あのプロギア独自のですね、はい、測定器で、はい、まあ、まずはこちらの正面になります。はい、これですね。でこの下のこの機械で、はい、弾道、弾道バックスピンとかですね、はい、いろんな高さとかですね、はいはい、いわゆるこれはね、はい、よく言われますよね、やっぱりクラブ選びでも打ち出し角度とか、はい、初速だとか、はい、まあ、軌道だとか、そうですね、まあ、そういうことが測れるという、はい、そうですね、はい、機械ですよね。これもプロギアのオリジナルですよね。そうですね、はい、はいはい、であとはですね、こちらにですね、ちょっとヘンテコな機械とこういうコードがついてある、繋がってます、はい、でこれでシャフトのしなり方を測る機械です。こんなのは普通ないんです。そうですね、初めてでしょ、はい、うん、まあ、同じヘッドスピードでもこうシャフトをですね、ためてくる人とためない人がいるので、うん、そこを見極めて合うシャフトをですね、選べる、機械になります。はい、まあ、このような形で、ヘッドシャフト選びをですね、ミックスして、まあちらにいろんなヘッドシャフトがありますので、大体300通りぐらいのこう組み合わせができますので、そこからあのゴルファーに合った、クラブ選びというのをしております。そうですね。